Hey love, you got your heart on your sleeve, but the shirt on your back's a bit small. Hey you, yeah your colors are changing, the world ain't half bad after all. Na 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 na. マシャービデオ。わすごい、水シャ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 って出てる。ほんまや、水まき行われております。ここからめっちゃ流れてるやん。でもこんなこぼれて大丈夫？機能してなくない？あー綺麗やねー。たら飛び込むやつ。ただただ綺麗な映像。あやが喜んでおります。水に浮いてるな。当たる？こっち。そして向こうに見えるのがズームイン。そう、グランパレ。グランパレは1900年に行われたパリ万博の時にこの橋とグランパレとプチパレができて。で。多分鬼場でやってたんちゃうかな。あ、そう分からへんけど。はい、天気いいな。またやっぱ午前中に移動するって最高やな。うん。で、今日は今日はあのさっき言ったグランパレじゃなくて目の前のプチパレに行きますよ。はい、初めて俺入んの。私も入れるかな、ちゃんと。え、あかんとか言われる？分からんけど、なんか無料らしいで。わー、いやだからあそこのカフェがかなり素敵って聞いたから、うん、ちょっと行ってみたいなと思って。そう、珍しく目星つけていくっていう。そう、いつも行けてるばってりやねんけど。そう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 、今回はちょっと行ってみたいなと思って。なんかやりたいことあるんだよな。そう、そしてそのカフェでですね、ノマドしたくて夢やったやつ。そう、ノートパソコンにポチ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 、ちょっと仕事外でするみたいな。そう、それやりたかって。今日はその2つ叶えましょう。叶いますように。プチパレの展示も見れるらしいから。プチパレの中って展示してる？そうやで。普通に美術展と企画展があって、企画展は有料、うん、でも常設展は無料らしい。すごい、サービス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 、すごいな。だから結構隠れスポットらしいんで、へ、それもなんか皆さんにお届けできたらいいなと。行きましょう。はい、こっちです。あれを2番。さ、こんなさ、ん、刀持ってた？ほんまや。なんか持ってなくない？あれ、こんなんやったっけ？なんか金色変えてない？こんなんやった？こっちも、でも上のあれは金やったで、前から。うん、なんかちょっと綺麗になった。ここがアレクサンドロ三世橋やねんけど、なんて、こんなんは絶対おったと思うえ、こんな立派なおらんはずないやろ。おったんちゃん。魚やったんや。知らない。あ、でもそうやんな、多分。いや、すごいよな、橋やね、これ。こんなディティールええのある？あ、わかった。いつも夜に来たことしかないね、近くに、うん、だから、来たんかったんかも、ディティール。そうなんかな、明るい。ライトは気づいてたけど。確かに。いや、美しいね、この橋、相変わらず。この一番奥見てよ、金がめっちゃ輝いてるで、今日キラキラ。金がキラキラやわ、すごいな、ね、エッフェル塔も映るし、ゴージャスや。見て、なんか強制のがキラキラしてるで、すごない？気になるんやん。めっちゃほら、すんげえキラキラしてる今日。ほんまやな、太陽がな、綺麗な。なあ、あやちゃん、はい、グランパレが全く見えません。工事中やな。シャネルって書いてあるけど。おお。綺麗、真っ
見てお花いっぱい咲いてはるわ。そしてもうすぐですよ、来ました、プチパレー。プチじゃない。プチパレー言ってるけどめっちゃ大きい。そう、プチっていうのは小さいって意味なんですけど、フランス語で、うん、小さいパレーっていう。小さくない。小さないな。うわーかっこいい。あ、すごい、入り口でなんかワクチンパスポート、せやな、衛生パスやってるんちゃう。あやちゃん入れるって。うん、カバンも出さなあかんと思う、全部。あ、オッケー、入りましょう。うわあやちゃん、やばい、めっちゃすごい。うわあ、綺麗やな。綺麗だな。あのさ、上のさ、窓がやばい。めっちゃ可愛いな。これめっちゃ綺麗。すごい、鱗みたいなな。え、こんな良いとこやったの知らんかった。入れることまず知らんかったわ。なあ、あの目の前にいる銅像さん、目ちょっと染みてるのよ。そう、目合う。目合うわ。濃厚なお顔してはる。ビヨンブニュー。下もあれやな、モザイクもめっちゃ綺麗。なんかな、うん、適度な数やからちゃんと見れる。なんかルーブルとか行くと多いから、もうなんかそうやな、わーってなるけど。うわ、めっちゃ見やすいし、中が多分絵とか飾ってるみたい。いや、こっちからの風景めっちゃやばない。人が全然、なんかよりかっこいいな。なあ、わあ、こっちもやば。これはいいぞ、あやちゃん、素晴らしいぞ。あやちゃん、はい、これ、ほら、コイン欲しいんちゃうん、これ。コインはいらんか。ほら、プチ、プチパレコイン。コインはいらんかな。結構立派やで。このコイン取る、このここは可愛いっていう。すごくいいやね。この柄よりもこれやったら一定だかも。ほんま？おー、いいね。さあ、ご飯を買いました。さっきね、置いた瞬間にスズメがブワーッと飛んできて、そう、食べようとしてたな。この子たちです。めっちゃこのご飯を狙いに来てる。うん、受ける。そんなないね、ごめんな。このカフェあれやな、こうやって選べる、こう、なんていうの、簡単な感じのカフェやな。うん、なんかそんなにラフな感じやったな。なあ、いいね、俺もお茶入れよう。うん、え、マッシュは何選びましたか。アンフュージョン。あ、超葉っぱやん。葉っぱ系や。うん。手。え、こうやるやん。ル・ノートルのケーキ。ル・ノートル、あ、ここのシトコン、ル・ノートルってル・ノートルのケーキですね。ル・ノートルが入ってんねんな、ここ。へえ。私はちなみにクロワッサンとこのオレンジジュースの赤いオレンジジュース。ハトの声。おお、すごいね、ウッドピジョンが今いてね、あの子やんな、見つめられてますね。かわいい。はい、じゃあちょっとご飯食べていきましょう。いただきます。いただきます。うん、いい感じ。うん、うん、狙われてる。あれ、今もあれやな、これ鳥カフェやな。あ、すごい、お隣さん泊まってる。
どこにもう一個椅子あったら泊まったのに。めっちゃいい眺め。いや、これいいスポットやな。なんかそれ見たことないブランドやな。確かに初めて見た。ルイ、ちゃう、ウルティ、ウルティ、ウルティ。いただきます。うん、美味しい。美味しいな。フレンディフレーズ。フレーズって書いてあって。フレーズ？あ、うん、イチゴも入ってる。イチゴも入ってるやん。うん、だからフレッシュやったんや。こっちがオレンジ。へぇ、何ケーキやったっけ。シトコンって言ってたね。レモンケーキ。レモンケーキ。ちょっとさ、レモンケーキって苦手やねんけどさ、うん、なんか今日いけそうな気がして、うん、今日はいけそうな気がする。でもチョコかレモンケーキか、2択やったからな。美味しそう。いただきます。ん？これレモンケーキ食べれるようになった。嘘、いける？美味しい。うん、レモンに慣れてきたんかな。うん、いいね。下の生地がさ、うん、甘いから。あ、バランスいいね。いい塩梅やな、うん、へー。食べる？うん、スーパー甘いな。スーパー甘い。なんか朝にいいわ。うん、この余韻残したままパン食べよう。あ、余韻と一緒に。うん、うん、めっちゃいいね。あ、余韻残したまま。うん、おいしい。クワッサン、うん、美味しいな。このクワッサン美味しいやん。めっちゃ美味しいな。うん、え、合うやろ。余韻と一緒にこのセットめっちゃいいやん。セットじゃないけど。全然暑ないよな、今日。まだ25度やね。涼しい。1時ぐらいに27度やから、うん、しばらくこの状態やからめっちゃいいと思う、うん、ずっと過ごしやすい。いいわ、気に入った。寒いぐらい、ちょっとな。うん、うまな。久しぶりに飲んだ、美味しい。このアールグレイな、美味しい。香りがすごいいいな。すごい、こんな空間で。はい、ここに建物があって、で、ここに緑が。なんで？いつものそれ。ごちそうさま。よかったね。すごい、レモンケーキ食べれるようになった。苦手やったもんな。うん、大人の階段登りました。ありがとう、プチパレ。プチパレが初。うん、すごいよな。いや、可愛かったです、鳥が。鳥ちゃんがずって言ってくるから面白いな。うん、でもやっぱりみんなここで食べながらカスとか食べてたよ。カスを取りに来はったやろね、ずっと。いける。すごいな、共存やな。あやちゃん、はい、ノマドスタイルの完成です。外でこれ手袋つけてる。外でこれちょっとおもろい。で、お茶を残してパチパチしますよ、今から。いや、最高やな、この位置での。すごいな、外でできるのっていいな。なあ、ちょっと今撮った写真チェックしてみよう。ライトかな。どうしたん？多分ね、オリンピックは今から始まるんじゃないですかね。そう、開会式？いや、多分ね、8時からって言ってたから。あ、そっか、今が8時じゃないかな。あ、もう8時やわ。うん、もしかしたら始まってるかも。すげえ、ついに始まったオリンピック、うん、あ、ライブや。マジで？太陽が太陽が攻めてきました。暑い？うん、もう暑くなってきたし、画面が見えへんくなってきた、ほら。移動する？
移動しようか。この日陰の方に入ろっか。あやちゃん、はい、めっちゃオペラも聞こえてきて優雅やねんけど。まさかの生演奏すごいな。何のサービスも。このカフェ最強じゃね。確かになんかヨーロッパを味わいたい人にはめっちゃいいかもな。なあ、こんな雰囲気でこんなオペラ聞こえてきたら。でもユゼはな、常設店じゃなかったらフリーというか、うん、ただやし、カフェでコーヒーだけやったら、うん、ほんま5ユーロ以内とかね、ゆっくりできるし、食べれるやつはちょっと高かったけど、うん、でも毎回そうあるわけじゃないよな、きっと。なぜ毎回毎日あるわけじゃないやろな。演奏はまあたまたまやと思うけどな。さすがに。歌も歌ってたな。なあ、びっくり、面白い、素晴らしい。はい、そろそろ行きましょう。そろそろ行きますか。高鳴りましたか。うん、もう1本クペが終わって引っ付けました。あ、すごい、結構集中できるよな。うん、なんだかんださ入っても4時間以上おる。ここに座ってからは3時間、2時間ぐらい、2時間ぐらいかな。移動して1時間も経ってるし。せやんな。うん、楽しかった。なんか外って気持ちいいやって気づく、この風とさ、うん、なんか多分これ以上暑かったらやばいけど。そうやな、めっちゃ涼しいし、なんか人の雑音逆にちょうどいいな。そう、ちょっと今もあのオペラが鳴ってますが。すごい贅沢な音楽。贅沢、こんな場所でこんな音楽聴きながらね。いや、ちょっと俺ここ通うかも。マジで気に入った。いいよな、その別に作業ありなし関係なくさ、うんうんじゃなくてゆっくりしに行くね。なんか打ち合わせとかここでしてもいいよな。あ、確かに、うん、あ、じゃあプチパレで待ち合わせでみたいな。うん、いいかも。いいよな、プチパレで待ち合わせでって。おしゃれ。おしゃれやな、言ってみたいわ。何それ。で、ちょっとアート作品見てさ、うん、ちょっと多分クリエイティブな気持ちになるやん、みんなお互いに。さらに打ち合わせとかめっちゃなんかこのコンボ良くない。みんな打ち合わせの時にアート作品一緒に見ようとかはならんと思うけどね。え、でもそういう仕事が多いからさ、撮影に関しての打ち合わせとかさ。なるほど、やったらいいよなと思って。いや、いいのは緑もあるし、あと静かのがいいな。なんていう、静か。ちょっとお昼はちょっとワイワイになったけど、お昼前後もう今はさ、うん、3時はもう静か、人もおらんし。うん、いいね。珍しくさ、カフェでさ、うん、道路沿いじゃないテラスは初めてというか。そういうところもいいよね。そういうとこもうちょっと探したいな。確かに室内もいいねんけど、やっぱこの時期はね、外気持ちいいよな。そうや、じゃあ行きますか。はい、じゃあちょっと歩いていきましょう。はい、気をつけます。あ、もういいね。いや、よかったね、あやちゃん。最高でした。いや、こんなにいいとは知らんかったわ。なんか人が少ない、そこのさ、うん、何もない回廊が。よかったな。最後の回廊がめっちゃ良かったです。もう時が止まってました。ね。いや、本当おすすめなんで、プチパレもよかったら。もう入れるんだねっていう感じやな。な。でもさ、やっぱ衛生パスポートがあるからさ、中におる人は感染してないっていう証明か、ワクチン打ってるからさ、そういう意味でもちょっと安心できたよな。安心やし、移すのもなんかちょっと自分が持ってて移しちゃったとしても、相手はまあパスポート持ってる、うん、あのワクチン打ってるから、ち
ょっとまあ大丈夫かなっていう、お互い気が楽というか、そうねって感じやったな。じゃあよかった、また来よう。ここはヘビーローテーションに来そうな気がする。ヘビーユーザーになる、ヘビーユーザーになります。それではご視聴ありがとうございました。オーバーアビアント。